このクリップでは、Archicad20 で要素プロパティをエクスポート・インポートする方法をご説明します。Archicad20 では、プロパティマネージャーダイアログが提供する要素プロパティのエクスポート・インポート機能により、複数のプロジェクトファイルでのプロパティ使用が可能になります。プロパティをエクスポートするには、ダイアログの左ペインの下部にあるエクスポートボタンをクリックします。表示される名前をつけて保存ダイアログで、 保存先ののフフォルルダへ移動し、ししプロパティファイルの名前を指定して保保存存ます。保存ボタンをクリックするとすべての要素プロパティを含む指定した名前を持つ XML ファイルが作成されますプロパティをインポートするにはインポートボタンをダイアログの左ペインの下部でクリックします 表示されるファイルを開くダイアログで、そこからインポートしたいフォルダまで移動し、インポートするプロパティを含む XML ファイルを選択し、開くボタンをクリックします。もしインポートするプロパティのいずれかがプロジェクトファイルに同じ名前で存在する場合は、警告メッセージが表示されます。この場合は、追加、上書きと無視の選択肢があります。 追加ボタンをクリックすると、プロパティが複製され、名前の後ろにカッコでインデックス番号がつきます。すでにプロジェクトファイルに存在するプロパティは変更されません。上書きボタンをクリックすると、インポートされたファイルに含まれるプロパティの定義が。 プロジェクトファイルで同じ名前のプロパティの定義によって上書きされます。無視ボタンをクリックすると、プロジェクトファイルのプロパティと同じ名前を持つファイルのプロパティがインポートの過程でスキップされ、その他のプロパティのみがインポートされます。 すでにプロジェクトファイルで存在するプロパティの定義は変更されずそのまま維持されます。